鉱山縦走路は大佐渡山脈のどんでん山荘から北へ向かい、白瀬へ下る縦走路です。大佐渡山脈中央部のどんでん山荘を出発して、尻立山、どんでん池、そして論天山から樹林帯となる芝尻山、雪畑山分岐、脇道分岐を経ると展望抜群の金剛山です。下山は組上げ、飛び笠を受けて白瀬登山口へと下ります。今日は佐渡島最終日です。日の出前に起きてこれから出発です。はい、おはようございます。今4時25分ですね。今日は金剛山を越えて白瀬の方へ下山します。じゃ出発。はい、夜もだいぶ明けてきました。空明るくなってきましたね。今尻立山の登り、どんでん山荘の裏の山ですね、にかけての登りです。あ、気持ちのいい朝だな。この辺り一帯をどんでん高原と呼んでいますけど、こんな感じの芝生のような草原です。とても気持ちのいい登山道がしばらく続きます。あ、太陽が出てきた。はい、尻立山頂です。おー、太陽が出てる。とても綺麗な光景です。こういう景色見られるのはやはり島の山だからでしょうね。朝日が佐渡と新潟の間の日本海に映っています。とても綺麗です。今日これから歩いていく山並みがはっきりと見て取れます。左側芝尻山、真ん中ちょっと右が雪畑山で、一回ドンと落ちてその右が金剛山ですね。あそこからは手前右側の白瀬という谷の方へ降りていきます。眼下にどんでん池が見えます。避難小屋も見えますね。今南の方向を見てますけれども、一昨日歩いた的根からずっと金北までの稜線が見えています。今椿登山口の分岐のところへかけて下っているところです。すぐ下に椿の分岐が見えてます。はい、今、初日に上がってきた椿登山口のところですね。そっちのところへたどり着きました。さあ、今後は向こうです。ああ、今日いい天気だし、気持ちいいな。その昔この池で恋人の戦からの無事生還を水ごりしながら待っていた娘がある日深みにはまり溺れ死んだそうです。その娘の命がけの願いも虚しく、その恋人も戦死し、報われぬ人の魂がこの池には宿るという伝説だけが残っているそうです。はい、ここが北碇の下山口ですね。気持ちのいい草原の道が続いてます。三角点があります。ちょっと行ってみます。この標石は古い天書体で掘られており、五稜曲三角点標は佐渡以外にはない珍しいものだということが後で分かりました。
今まで気持ちのいい草原の道歩いてきましたが、いよいよここから樹林帯入ります。本郷へ戻る樹林帯です。樹林帯の中ではところどころ雪の上を歩きます。花が咲いているのはたった3、4日という山シャクヤクにようやく出会いました。はい、星葉園へ出ました。ちょっと広いところ、気持ちいいところですね。すごいカタクイの群生地です。樹林帯の設計とヤブ、はい、なめし到着です。ここなめしは草原上のとても気持ちがいいところです。はい、なめしから雪畑山分岐へ、また人登りだな。はい、雪畑山分岐の道標到着しました。向こう行くと雪畑山なんですけど、今日は今日中に東京帰らなきゃいけないし、もう雪畑山は割愛します。雪畑と本郷の分岐のところへ到着しました。あー、暑さだ。最後ワンピッチ、本郷の山頂を目指します。はい、本郷さんの登り、灌木帯が切れました。風も爽やか、視界もとても効きます。ずっと歩いてきた稜線ですね。はい、本郷山頂到着です。あー、疲れた疲れた。はい、今日最後のピーク到着。山頂には鉄骨鉄板造りの神社があり、扉を開けてみると金剛不動明王と石仏が何体か祀られてありました。
ませ。解散します。はい、組み上げ、ちょっとした切り開き、展望が少し効きます。気持ちいいところです。さあ、ここから本格的な下り入ります。水場の飛び傘まで下ってきました。美味しそうな水だこれ。雪の残る5月の金剛山縦走は、歩きにくさを差し引いてもあまりある花と展望の楽しい道です。佐渡の山は日本屈指の花の名山です。